マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よく40代になってからなかなか痩せないというお声を聞きます。今まで通り過ごしているだけなのにおかしいなって思いませんか？そこでこの動画では40代を過ぎて太る原因とその解決方法がわかるんです。もしあなたが40代過ぎても綺麗で痩せたいなと思っているようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、40代からの痩せる食事ダイエット法についてお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目、40代過ぎてからの痩せるポイントは腸内環境が鍵。2つ目、そのために必要な栄養バランス、具体的な食事療法とポイントをお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。腸内環境についてなんですけれども、例えば40代過ぎれば代謝が落ちますよとか、女性ホルモンのバランスがね悪くなって、そのホルモンの分泌が減っていくから結果代謝が落ちて太るんですよってお話は聞くと思うんですが、実は年齢を重ねるとともに持って生まれたその腸内環境が悪化していくっていう、こういうね事実があるわけなんですね。どういうことかというと、年を重ねるごとに普通にね今まで通り同じことをしているのにもかかわらず腸内細菌のバランスが崩れていって、結果デブ菌と呼ばれる悪玉菌が強くなっていってしまうんですよというね、こういったことに私たちなっていっているってことなんですね。ですから今まで通り放っておくといけないわけです。そのためには腸内細菌のバランスが整うお食事をしたり、しっかり睡眠をとったりですね、そういった生活習慣を変える必要がもう40代を過ぎるとね出てきてますよっていうことなんですよね。ではこの動画ではいろいろある中で、そのうちの1つ、食事療法について特化してお伝えしていきたいと思います。なのでここから2つ目の項目です。栄養バランスについての食事法になります。まずはですね、40代を過ぎた、私もねアラフォーですけれども、こういったね40代がもう超えてきて、なんかそろそろねおかしいなと、今まで通りの生活しているのにもかかわらずなんかすぐお腹周りにお肉がついたりとか、むくんできたりとかね、なんかこうちょっと運動しただけではなかなか体重が落ちないとか思い当たることありませんか？で、いろいろ工夫はできますが、この動画では食事について詳しく、今からあなたがじゃあ一体どんなものをどれぐらい食べて、どんな工夫をすればいつも通りのお食事にねちょい足しのプラスアルファするだけで結果を得ることができるのかという具体的な方法についてお伝えしていきます。ではそのための方法が今回5つあります。まず1つ目です。1食あたり10品目以上の食材を使ってまずは食べていきましょうということなんですね。もちろんたくさん食品のね品目があればその分栄養バランスも取れますよね。ただそれだけじゃないんですよ。たくさんの食品を摂ることであなたの腸内細菌のね種類を増やすことができるんです。やはりどんなにいいものでもそればっかり食べてしまうと、もちろん栄養も偏ってしまいますし、何より腸内細菌の種類が少ないっていうね、そのまんまになってしまうと良くないわけです。ベストな腸内バランスというのはまず善玉菌と呼ばれる痩せ菌たちの種類が豊富であること、そして元気でいつまでも腸内に住み着いてもらえること、これがねポイントになってくるんですよね。そのためにはやはり一つのものばっかりを食べて痩せるというよりは、1食あたり、朝食昼食夕食ありますよね、あたり全部で10品目以上取れてるかなっていうことを毎回チェックしてみてください。そしてじゃあこの10品目以上のこの10品目ってどんなものを取ればいいのって思いませんか？それがここです。2つ目です。赤黄色、もしくは橙色ですね、緑黒、もしくは紫っぽい黒っぽい色のもの、そして白、こういったいろいろな色が
1食あたり取れてるかなってね、ぜひチェックしてみてください。もう見た目がねカラフルだったら丸ということになります。ただこの白がちょっとね注意なんですけども、例えば精製された栄養がね、まあ、簡単に言うと栄養がほぼほぼないような白米とか、まあ、小麦とかそういった精製してしまった白っぽい食べ物は腸内環境にとってもダイエットにとってもやっぱり良くないので、食べ過ぎは注意ですね。なので白といえば、まあ、お豆腐とか、まあ、そういった白いものであれば OK ですが、栄養がなくなってしまった精製された後の米、小麦、麺類、そういったのは避けた方がダイエットにとっては丸です。そして3つ目です。とは言ってもですね、タンパク質がもうとっても大事になってくるんですね。よくお肉とかね食べ過ぎたら良くないじゃないでしょうかっていうご質問も受けますが、適量でしたらやはりね必要になります。もちろんねお肉ばっかり食べてしまうと体が酸性に傾いてもうどんどん老化現象がねスタートしますし、何よりも見た目もね老けていってしまうということですよね。体が錆びるわけです。じゃあそうしないためには、私は別動画でね、ではその酸性に傾いた体質を弱アルカリ性に戻すと内臓が一番元気に働く状態なので、そのために、まあ、純リンゴ酢を使った、まあ、リンゴ酢ドリンクであったり、酢キャベツとかね、そういったレシピもご紹介していますから、ぜひこの動画見終わりましたらその動画もチェックしてみてくださいね。なので、まあ、タンパク質といってもね何でしょうということでね、お肉であったりお魚、あと大豆製品、乳製品、卵とかですね、こういったものを1食あたりですね、1日トータルで朝昼晩結構バランスよく今日取れたかな、例えば肉じゃなくって朝ごはんは魚、お昼が肉、夜は大豆、まあ、こういった形でバランスよくまずはタンパク質しっかり取っていきましょう。私たち特に女性はですねタンパク質不足と呼ばれていますので、それはねやはり解消していく必要があるわけです。そもそもタンパク質が少ないとね太っちゃうんですよね。これすごく良くないですから、目安は1食あたりこの手のひらサイズぐらいの大きさのものをちゃんと食べてるかなっていうのをねぜひチェックしてみてくださいね。そして4つ目です。良質な油を入れましょうです。よくですねダイエットイコール油が敵みたいなねイメージないですか。よくね聞かれます。いや先生やっぱり油物ダメですよねって。確かに唐揚げとかこう古い油でね揚げた酸化したような油とかはね、あのサラダ油とかねそういったのは太りますから NG です。でここの良質な油っていうのは何かというと、例えばアマニ油とかエゴマオイルとか MCT オイルで、加熱するようであればオリーブオイル、こういった腸内環境に優しくて脂肪燃焼効果の高いオイルは逆にカットしてはダメです。例えばプラスお魚から取れる油ですよね、そういった油を逆に抜いてしまうと太ってしまいますから、悪い油はもちろんダメですよ。古いものとか特に酸化するとダメです。でもこういった後者ですね、お伝えした油オイルは逆に取った方が痩せやすくなる体質に生まれ変わることができるので、ぜひ取ってみてください。では5つ目、同系色でない色の器で食べましょうです。これね見た目の視覚の問題なんですよね。パッと見た時に見ただけでお腹いっぱいになるっていう効果をうまく使いましょうっていうことなので、ここちょっとねなかなかないと思いますが、ぜひ使ってみてください。ポイントは2つです。器の色とちょっとここに書けなかったんです、大きさもポイント。あれこれですね小さい器で分けて入れるのは避けた方がいいです。ついついね食べ過ぎちゃうんですよね。なのでおすすめは今まで食べてたお皿のちょっとワンサイズダウンしていただいて、例えば大きめだったら中くらいのお皿に入るぐらいも全部ねワンプレートで食べてしまうんですよね、できるメニューであれば。なのでワンプレートにも全部乗せてしまって、もうギリギリまでお皿のギリギリまで盛ると、もういかにもですねたくさん食べてたかのような錯覚に脳が陥りやすいと言われています。ですから同じ量を召し上がるようであれば、逆にですね小さい目の器にも山盛り乗っけてしまう方がもう満足感がね
得ることができるから食べ過ぎなくて済みますよっていうこと。でもう一つはここです。食べ物のその食材の色と同じ色の器に盛らないっていうことですよね。全く逆ですよね。例えば、まあ、白っぽいものとかお野菜であればこう私はこうブルーのね鮮やかなお皿に盛ってこうコントラストをね楽しむっていう、その同系色じゃないことでですね、いかにも多く食べてるような錯覚に陥りやすいって言われてるんですよね。ですから皆さんが、まあ、なかなかそうは言ってもね、例えば量をね減らすなんてなかなかできないってついつい食べちゃいますっていう方は、ぜひポイントは小さめの器に盛るといかにもいっぱい食べたかのような錯覚になるということ、そして同じ白っぽいものに白いお皿に盛らないですね、真逆の色で楽しむ。そうするとたくさん盛られたような、よそってもらったような感覚になるっていう、この2つポイントを押さえて、ぜひ普段のお食事ね食べてみてくださいね。きっとあ、なんかいつもよりも今日満足って、なんか満腹感 OK みたいなね、そういう日を続けると、まあ、だんだん胃もちっちゃくなっていきますし、何よりも楽しいですよね。ですから目で楽しんで召し上がっていただくっていうのもとっても実はダイエット効果あるんですよ。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、40代を過ぎるといろいろと太る要素が増える、ただし実は腸内環境もどんどん悪化していくんですよというお話でしたね。ではそこをカバーするためにはどうしたらよいかということで、ポイント5つお伝えしました。ぜひできるところからね構いませんので、今日これ一つやってみようかなっていうところから始めてみてくださいね。今回の動画のお話は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。